どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回は、霊痕跡ダンジョンの、15段階目に挑戦してみたいと思います。前回ちょっと惜しくもっていうかギリギリぐらいでいけなかったんですけど、新勢力をちょっと上げてきたので、頑張ればいけるんじゃないかと思うので、行ってみたいと思います。それでは、スタートしまーす。ルビーを使おうかな。集合して左に移動。まず外側来て、で直線2、3来て集合オン、できるだけ殴って移動、安全地帯まで移動。で、スルッと前に行って、直線が3回、2、3かわして、タゲが誰に来るか、リナさんに行ってほしい。あっと、こっちに来たか。ずらすしかないな、これ。で、また外側ですね。外側来て、で、直線が1回、2回、3回、で、集合音しといて、これ遠いんで、ちょっと早めに移動だな。で、スルッと前に行って、直線1、2、3回避けて、さあ、タゲが誰に来るか。リナさんに来てほしい。オッケー、いいよ。で、また外側ですね。外側来て、1回、次ペット撃ちたいと思います、もう。火力が不安なので、ここペット一回撃って、ペット撃ちます。無敵で殴り続ける。さあ残り47秒。一回、二回、三回、タゲがリナさんに来てほしいけど、誰だ？あっとこっちか！ずらして、さあ、ギリギリ、残り25秒、24秒、いけるのか。さあ、直線来た、一回、残り15秒、13秒、行ってほしいけど、削り切ってほしい。残り9秒、8秒、いけるか、7秒、6秒、5秒、4、あ、オッケー、いけた！いけた、ギリギリ、残り6秒でやった。そういけましたね。ギリギリ新勢力を上げたおかげで、なんとかクリアすることができました。ただちょっとレイチェルさんのペット使わないと無理でしたね。多分避けてる時間はなかったな。あれ、なんか通信が悪かったな今。というわけで、無事、霊痕跡ダンジョン15段階目クリアすることができました。よかったです。じゃあ、15段階クリアしたので、チーム編成の方をお伝えしておきたいと思います。回復役兼盾役ですね。に、リナさん。で、アタッカー枠3体ですね。射手型3体。ノホさん、クリスさん、コゼットさん。で、装備の方は、リナさんがサレオスのセット装備に、時間加速を2セット、あと不屈の指輪をつけてますね。ダメージを抑えたかったので。で、
のほさんはバリオン装備ですね。バリオン装備にサレオスを3セットですね。で、専用装備もつけてます。で、クリスさんは、ギガンテス装備で、超人が、2セットですね。2セットとサレオスが1セット。ルディのなんかつけてますね、専用装備。で、コゼットさんがバリオン装備。で、サレオス2セットに超人が 1セットですね。で、アデルさんのやつをつけてます。で、陣形は砲撃陣形です。を使いました。じゃあ、潜在力。コゼットさんこんな感じです。攻撃力結構上げてます。で、クリスさんはこんな感じ。で、ノホさんはこんな感じです。で、あとリナさん。リナさんはこんな感じになってます。で、マスタリーの方。マスタリーの方は、射手型3体なんで、射手型の攻撃力 5% 上昇で、まあ、あとは、まあ、レベル50は単体スキルダメージですね。あとはもう全部攻撃寄りにしてますね。と、あと、新勢力。新勢力、まあ、変わってきてるのは1段階目だけなんで、1段階目だけ紹介しておきたいと思います。攻撃力がレベル13まで上がってます。で、クリダメ、クリ率、連続攻撃率の方、あとスキルクールタイムがレベル12まで上がってます。で、防御無視効率がレベル11ですね。になってます。この辺上げたことによって若干火力が伸びてクリアできたんじゃないかなと思います。というわけで他のやつもやっていきたいんですけど、結構難しいですね、いろいろ。まあ、ちょっと、おいおいやっていきたいと思います。で、あとですね、残った時間、公式フォーラムの方に、なんか問題が出てたので、これを解いていきたいと思います。まず、エレンの作品に書かれたキャラは誰？ということで、このキャラなんですけど、このキャラが誰かと、いうことなんですけど、多分楽器持ってるんで、もうリナさんだと思うんですよね、これ。なんで、リナさん選びたいと思います。あ、ちなみにこれ正解すると、なんだっけな。どっかに書いてあったんですけど、あ、報酬。伝説霊痕跡のかけら20個もらえるので、皆さん挑戦しましょう。じゃあ、リナさん選びます。提出。あ、あんまりやってないな。あれ？やべえ！大丈夫か。大丈夫か。俺、間違った。セレナ選んだかと思ってた。リナさんですね。オッケー。合ってますね。これで霊魂石20個もらえますね。で、あともう一個あるんですけど、アイサ大陸撮影機イベント。こっちにも問題があります。で、月光の島に上陸した時の、写真を撮ったらしいんですけど、そこがこれがどこを表しているかということなんですけど、で、よくわかんないんですけど、これも正解したら相当券5枚もらえます。漁師の城でいいんじゃないかなと思うんで、ちょっと漁師の城を選んでみたいと思います。違う可能性もあるんですけど、よくわかんないんで、もうここ選んじゃいます。じゃあ、お願いします。漁師の城一番、正解率多いんで、多分ここで合ってんじゃないですかね。で、これで報酬、相当券5枚もらえるので、まだやられてない方は、2つの今のイベントの方ですね、公式フォーラムに出てるので、よかったらやってみてください。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。